はい、皆さんこんにちは。今回は美術館の問題ということで、絵画作品がこんな風にセットされていた時に、お客さんによくこの作品が見えるようにするためには、お客さんにどれぐらいの距離でね、見てもらうのがいいかみたいな、そんな話をしたいと思います。今説明したことをね、図で描いたものがこれになります。まあ、お客さんが、目の高さこれぐらい でお客さんの目の高さから H だけ高いところ、あ、すみません、 A ですね、 A だけ高いところから絵画がセットされてて、お客さんの目の高さよりも、この絵画のてっぺんまでの高さがこれ B になっていると、そういう状況です。で、この時にこのお客さんが実際にこの絵画が 見える範囲っていうのは、まあ、この範囲ですね、このシータ、ここからここまで見ることができるんですが、まあ、このシータを一番大きくするような、時の、まあ、X の値が知りたいと、今そんなような状況です。これ仮に X がめちゃくちゃでかいとすると、お客さんすごい遠くから、これ美術作品ですね、めちゃくちゃ遠くから、美術作品見ることになるので、この見えるこの範囲の角度ですね、ここのシータっていうのがちょっとちっちゃくなっちゃいます。で、逆にお客さんがこれすごい近くに寄ってきて、見るとお客さんほとんどこう見上げる感じにこんな風になっちゃうので、これでもやっぱり角度小さいわけですね、っていうのがなんか直感的に、なんかわかると思います。まあ、なので、まあ程よい距離感で、こう見てもらって、一番このシータをね、が大きくなるように、まあそんな距離を考えていこうという、そういう話になります。じゃあまず今回計算に入る前に少しこれちょっとツッコミを入れておくと、今回はなんかそもそもこの目の高さよりも高いところに設定してます。まあ、本来は人間の目の高さに本来合わせるべきですね。本来飾るときって。この懐石入門、これ美術作品だとして、まあこんな風に飾らないですよね、普通はね。普通は目の高さで飾った方が、こうやってこう鑑賞できますよね、こうやって。よく見えると思うんですけど、まあ、今回は、この美術館っていうのはすごいこう混む美術館なんですね。もう有名な美術館で、お客さんがいっぱい来る美術館だと。なので、まあ、目の高さで本来は飾りたいんだけど、目の高さでやってしまうと、この前のお客さんのせいでこうやって見えないと、懐石入門見えない、懐石演習見えない、見えないみたいになっちゃうから、初めからお客さんの目の高さよりもちょっと高いところに設定しているという、まあ、そういう設定になります。はい、じゃあ実際に、この X ですね、まあ、このシータが一番でかくなるような、まあ、そんな X を、計算していきましょう。はい、じゃあ今回ね、シータを一番でかくしたいっていうことなんですが、これまあシータ単独でこれをガチャガチャ計算するっていうのはなかなか難しいので、シータの代わりにタンジェントシータを考えることにしたいと思います。タンジェントシータっていうのを考えると、まあ、直角三角形の話になって、ここの A、B とか X の情報をうまくこう反映させることができますので、シータの代わりにタンジェントシータを考えましょう。タンジェントシータのグラフは、まあ、こんな風になってますので、0から2分の π まで、シータが一番、シータがでかくなるとタンジェントシータもでかくなる、タンジェントシータがでかくなるとシータもでかくなるっていうようなことで、まあシータの、ね、大小を、調べたいときは、まあ、タンジェントシータの大小を調べればいいという話になります。で、今回一応範囲も気にしておくと、今回シータの範囲は、0から90度までですね、まあ、2分の π にしましょうか、90度まで、ということになります。シータが120度とかなっちゃうとちょっとおかしいですよね。この角度がこうなっちゃうと、なんか この辺まで絵が来ちゃってるんで、なんか新技術みたいになっちゃうんで、それちょっとおかしいので、まあ、どんなに頑張っても、まあ、0度から90度はいかないよねというようなことで、この範囲でタンジェントシータを、まあ、一番でかくするような、まあ、そんなような X を求めていきましょう。はい、今回は、AB は固定です。さっきも言いましたが、絵はもう最初から飾られている状態。で、絵が主役で、もうお客さんがね、もうお客さんが合わせろというような今設定です。絵がもう最初からこんなふうに AB の値決まってて、シータを最大にするように X を調整しろってことなので、まあ、X についての関数だというふうに考えます。AB はもうただの定数です。はい。じゃあ、タンジェントシータを、じゃあ具体的に表していきたいのですが、今回、この辺の情報をうまく反映させるためにですね、青、ちょっと角度設定しましょう。今回、この角度、この角度アルファにして、まあ、この角度ベータにしましょうか。
そうすると、シータという、すいません。シータという角度は、ベータ引くアルファになります。タンジェント、ベータ引くアルファ。シータっていうのはベータ引くアルファ。ここの角度を知りたいということになります。で、これはもう加法定理ですね。タンジェントのベータ引くアルファ、加法定理です。ちょっとタンジェントの加法定理、ちょっと書いておくと、はい、これですね。分母からこれいくといいですね。1枚タンタンタンプラタンですね。1枚タンタンタンプラタンね。で、今回はここが今ね、マイナスの値を今扱いたいというふうになってますので、ここ全部ね、符号を変えましょうと、いうことで、これで考えていきましょう。はい。で、分母が1プラタンタンですね。1プラタンタンタン引くタン、まあ、これを計算すればいいということになります。はい。じゃあそしたら、タンジェントアルファ、タンジェントベータの値をちょっと具体的にこれ見ていこうと思うんですが、まず、タンジェントアルファっていうのは、今回ここの直角三角形注目すればいいですね。ここの直角三角形注目すると、タンジェントアルファっていうのはまあ、横分の高さですよと、底辺分の高さですよってことになるので x 分の a ですね。タンジェントアルファっていうのは x 分の a、 ちょっと書いておきましょうか。 x 分の a、それで、じゃあ今度タンジェント、ベータっていうのは、この直角三角形注目すればいいですから、x 分の b ですね。 x 分の b、 はい、これをもうあとはこっちにね、代入して計算していけば、いいでしょう。タンジェントベータっていうのがx 分の b、 タンジェントアルファっていうのが x 分の a で、分子が x 分の b 引く x 分の a ですね。こんな風になります。はい。ということで今回、まあ、x がいろいろ動くときの、まあ、これの最大値を求めたいんですが、さすがにちょっとこの形だと、まあ、はっきりわからないので、まあ、分母分子の x をね、ちょっと解消するために例えば x2 乗かけてみましょうか。例えばそうすると、分子については、x2 乗をかけますから、まあ、x が1回約分されて、x1 つ残って、b 引く a。で、分母については、x2 乗プラス、こちら x2 乗で約分されて、ab という形になります。で、今回、x についてのね、今これ関数なので、まあ、x について微分して、最大最小がどうのこうのっていうふうに考えても、まあ、いいんですけど、まあ、今回はもう少し簡単なやり方で考えていきましょう。今これ、かける x2 乗っていうふうにやったんですけど、まあ、これ x2 乗じゃなくてですね、まあ、あえて x だけかけてみましょう。そうするとこれどうなるかっていうと、まあ、分子については、まあ、b-a っていう形になって、まあ、分母についてはこれ x1 個かけるだけですから x かける、ね、これ x は1個残るわけですね。 x 分の ab っていう形になります。でこの形気づけるとですね、なんか式から声が聞こえてきますね。聞こえないですか？相加相乗平均取ってください。相加相乗平均お願いします。聞こえましたね。これかけた時に積の値が一定になりますので、まあ、なんか相加相乗平均の関係式使えないかなって考えるわけです。で今回これの今最大値が知りたいので、まあ、分母をちっちゃくするような状況を今考えているというようなことです。で今回これx たす x 分の ab、 これまあ相加平均っていうのを考えると、まあ、これはまあ相乗平均ですね。かけたもの相乗平均の方が一般に小さいですよってことが言えます。まあ、これ今出てきてるの全部今正ですから、こういった関係式を気軽に使っていいんですね。でじゃあこれ関係式実際使うとですね、まあ、分母の、この値、分母のこの値っていうのは、まあ、2倍のこれで取り替えると、まあ、分母ちっちゃくなると。で分母ちっちゃくなるってことは全体として分数としては大きくなるということです。 b-a で、こいつをこれに取り替えていいと。2倍のルート x かける x 分の ab、 こんな形ですね。でこれじゃあもうちょっと計算しておくと、これが2倍のルート ab で b-a という形です。はい。で、これはまあ統合成立することあるかって確認しとくと、x と x 分の ab
っていうのが等しい時になるんですが、まあ、これは言い換えると、まあ、x 二乗が ab の時で、x がルート ab の時です。x がルート ab の時にきちんとこれ、統合も成立しますので、あ、じゃあ、今何分かったかっていうと、どんな x に対しても、この関数の値は、まあ、これ以下だよと。それでいてしかもこの値を取ることもちゃんとあるよと。x がルート ab の時にこの値取ることもちゃんとあるよっていうことが今確認できましたので、あ、じゃあ、こいつが最大値で、この最大を取る時の x の値がルート ab だというようなことが今もうはっきり全部分かりました。なので、まあ、今回この x、どんなふうな値にすればいいかっていうと、ルート ab という値にすればいいということが分かりました。まあ、なので、まあ、絵画作品の、ここのね、目の高さからの距離ですね、 a と b の、高さを使って、まあ、ルート ab という、距離にした方がお客さんがよく見えるというようなことになります。なので、まあ、美術館の、ね、スタッフとかは、ここの距離が、ね、X になるようになんかここ柵を最初から用意しておいて、何か誘導するっていうようなことが、まあ、一番良い、戦略というかね、運営の仕方というふうになるということができると思います。はい、じゃあということでですね、今回は、絵画作品が最初からセットされていた時に、お客さんが、ね、よく見えるように、まあ、言い換えるとここのシータが一番でかくなるように、この X という距離を決めるという、そういう話をやっていきました。実際の、美術作品展示するときは、まあ、そんなに大規模じゃない美術館であれば、まあ、この目の高さにね、ご設定するのが、いいです。で、今回の話ね、今AB を固定して、X を動くっていうふうにやったんですけど、今回ですね、X を最初から固定して、AB を動かせるっていうような状況にすると、これは当たり前の結論なんですが、目の高さに、ね、合わせた時が一番こう角度が大きくなるっていうね、まあ、当たり前の結論ですね。この辺に、角度を設定した時が一番、目の高さここで、ちょうどこの絵画作品のこの真ん中に目の高さを合わせるっていうのが一番、見やすいですよっていう、結果が出てきます。ちょっと興味ある方はね、そちらもやってみて、もらえるといいと思います。はい、じゃあということで今回美術館の問題ということでやっていきました。まあ簡単なね、ちょっと計算なんですけど、まあちょっと内容として面白いなということで扱っていきました。じゃあ今回はここまでです。ありがとうございました。